12月10日のイベント、中性紳士淑女の会、無事に、終わらせていただきました。ありがとうございました。すごくどんな会になるかな。中性って一括りにしてもいろんな中性があるし、皆さんにどんな風に楽しんでいただけるかなってちょっといろいろ考えてたんですが、もう本当それぞれが考える中性のスタイルで来ていただいて、もう本当に大満足でございました。ありがとうございました。ここの歌舞伎とタロットの展示で、オンディーヌさんで展示してる感じが、なんか本当にその世界観、皆さんが来てくださった世界観とすごくマッチしてて、集合写真がもうすごいいいのを撮らせていただいたりとか、嬉しかったです。はい、タバサちゃんにお料理も作っていただきまして、中世のお料理ですね。なんか栗とか、なんかドライフルーツとか、なんかそういうのつまんでる感じとかがすごく再現できたのもすごく嬉しかったし、あとミートパイですね。なんかもう味が全然美味しい、なんかちょっと食べたことない味で、ちょっとすごく変わってました。普通じゃなかったです。美味しかったです。キャロットケーキもすごく美味しかった。なんか質素な素材の中に味をすごく引き立てているみたいな、すごい美味しかった。タバサちゃんありがとうございました。そしてお手伝いをしてくれたマリーニモンティーニのマーボーちゃんもありがとうございました。そして今日は、トークをさせていただきましたが、ジョンかっこ犬さんですね、占いのプロでもいらっしゃるということで、占い師さんから視点のお話もすごく聞いてみたかったので、もう本当にもう参考になりました。結構トークがガチトークで、結構占いのガチトークみたいな感じになってましたね。もうそれも面白かったですね。でも専門性をそこまで求めず、好きなカードをね選んでもらって、でどうして好きなのか、そこから受ける印象っていうねにするといいのではないかというのが、私はすごく良かったです、ね、そういう風にして今日は好きなカードを皆さんに発表していただいて、でそれでなんかお話ししたりとか、すっごく楽しかったです。ありがとうございました。でもオンディーヌさんの限定メニューの、ミードですね、蜂蜜酒もすごく美味しくいただきました。なんかちょっと私ジンジャーが喉めちゃくちゃ効きました。はい、なんか連日のなんかこう喉のもういたわるような感じですごい美味しかったので、皆さんもぜひ飲んでみてください。はい、それじゃあ、新宿の歌舞伎タロットカード展が、17日まで開催されます。で明日お休みになりまして、で火曜日からは、18時から、やっておりまして、土日16日17日は14時から、イベントも16日にカード折りがあります。まだ少し、席余裕ありますので、ぜひ遊びに来てください。それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。